今度どこ行ったあいつ。薬師。いや。薬王秘伝か。無駄だ。俺は奴に転化させられた。もうすぐ。早く、ここを離れろ。大丈夫、とどめさせたらんでいいか。楽にさせたらんでいいか。先に。行こう。お。お前の情報は無駄にはせえへんぞ。いた薬王秘伝が姿を現すとは。大木様はこのことも予想していたのでしょうか。薬王秘伝は儒家の王薬師を信仰する泉州の大敵。同盟は数千年もの間この組織の壊滅を目指してきましたが、今日まで実現できておりません。この時期に彼らが現れたのはきっと偶然ではないでしょう。普通の人が、普通のってか、怪我してない人。何者だ、雷を明かせ。大木殿に会いに来た。待て、お前たちは。失礼しました。もう顔パスでいける。外は危険ですので。いいね。どうぞ中へお入りください。よろしい、苦しいないぞ。うちらのことを知ってるの。そりゃ鬼神やでな。様が招かれた客人ですよね。大木様が皆さんの来訪を占い、ああ、ここで待つようにと指示を出されたんです。門番してたわけじゃないよね。俺らのこと待ってたのね。はい、大木様はここに軍を駐留させた後、石膏を連れて前方へ向かわれました。長年影を潜めていた薬王秘伝が現れたと聞いて、みんなビクビクしていたところでして。うん、皆さんを迎えられてよかった。皆さんが来なければ運気軍も進軍しないと大木様がおっしゃっていましたので、大木様が戻られるまでどうか陣内でお待ちください。おい、俺らが来たからには100人力よ。運気軍が駐留したまま進軍しないとは、どうやら楽観視できる状況ではないようだ。そんなに強いんか、薬王秘伝って。薬王秘伝、この名前は聞いたことがある。聞いたことがあるも何も、俺もこの間潜入したからな。同盟の転覆を目論む北条の勢力だったと記憶しているが、うん、性格は確かに北条と関連する異臓を引き起こした。まさか、なんか性格って、それで性格の力を望んだ人によってやっぱ変わってくるのかな、力が。運気軍の主力は、少しベロブルグの時は、大寒波やったんですし、今回は、俺たちの知らないところで、北条、何かが起きているのだろう。異常な回復力、生命力っていう点では、だいぶ、拠点内の運気軍性格って同じ名前のパワーが異なるよね。では、恩人様たちは拠点を見て回ってみてください。私は少し休ませていただきます。そうしてください。ずっと俺について回ってくれたもんね。どう、あ、なるほどね。兵士の方から情報聞くのね。どうですか戦況は。手短に頼む、うん、戦況が逼迫していて雑談に気を取られている場合ではないんだ。状況報告だけや。大木様の軍令により我々は数時間前にここを攻略した。うん、今回の敵が儒家の王に仕える薬王秘伝であることを知ったのはその時だ。でも将軍は結構予想詳しいだよね。全てが順調だった。薬王秘伝の変人たちも奴らが操っていた異獣も俺たちの敵ではなかった、うん、しかししばらくすると、ああ、喧嘩させられたわけやな。敵味方の区別なく無差別に人を襲うようになって。くっそ、薬王秘伝め、一体どんな妖術を使ったんだ。先週人は魔音の実を人前にさらすことを意味嫌っている。何しろ魔音の実とは人の実であることを諦め、照明の血に潜む忌み物に敗北したという意味であり、帝宮の教えにも背くことになるからな。お、薬王秘伝の所業は同盟の民たちが最も厭う卑劣な行為だ。帝宮に誓って必ず同胞たちの仇を討ってみせる。
手伝ってあげるよ。一緒にエクオフィデンを滅ぼそう。あ、捕虜？話が聞きたい。いいけど、そばで傍聴させてもらうよ。あ、ここでの会話は供述書に記録することになっているんだ。しっかり収めといてくれよ。やっと話し相手ができた。あ、もう喋り方が狂ってますね。家族主運気君が相手だとつまらなくてな。薬やってんか。あの光る種のことか。それなら見たことがある。とても綺麗だった。あ、やっぱそこは共通してるんやな。声が聞こえてくるんだ。望むものに対して話しかける、語りかけるって。ね、カカリアのこと覚えてる？うん。あれで剣木を蘇らせると海主が言った時は。海主って、ああ、ハンスか。え、合ってる？何しろあんなに多くの努力を重ね。断命種が何度も代替わりするほどの時間を費やしたのに、ちっとも蘇る気概を見せなかった剣木だ。だがこれではっきりした。アイオンの力のみが神の御業を再現できる。そう、その通りだ。偉大なる役を北条よ。ああ、お前も見たのか。剣木が蘇る様を。確かに神々しくはあったけどさ。なんと神々しいことか。いや、まあ、正直言って綺麗やとは思ったよ、本当に。長命主さえ思い出せない神おろしの時代、うん、逆王北条は剣木をラフに授けた。この神木の力によって人類は数えきれないほどの奇跡を成し遂げたのだ。即上も木無感も自在王子。木無感ってない。それなのに恨めしい要求が全てを台無しにした。真実を隠蔽して薬王の功績を無に返したのだ。しかし、ジョジョ不安定かな。しきり我々は神おろしの時代の繁華に戻ることができる。俺たちと共に戦っていた異獣を見ただろう。うん、あの狼。それは剣木のささやかな恩恵に過ぎない。もっとでかいのが来るってこと。もう口を閉じろ。ザレ事ばかり言うドブネズミが。やめとけ。お前たちを待つのは運気軍の審判のみだ。ドブネズミやりすぎやろ。何をしたかって、同胞たちを直してやったまでだ。貧弱な血肉に囚われてさぞ苦しんでいたことだろう。こいつ今すぐ切り伏せてやりたい。あ、そう興奮するな、落ち着け。ああ、お前たちにはわからない。短命種にはわからないさ。魔恩の実、あれは薬王が授けた第二の命だ。画集を消し去り戦隊をなせ。ゾンビみたいな感じ。自由自在の命を実現するのだ。お前の目に力への渇望を見たぞ。人生は苦しく短い、そうだろう。長いから苦しくないとも限らんと思うけどな。お前こいつの光源に惑わされるなよ。大丈夫よ、心配ない。からかっただけじゃないか、お偉いさん。北条の祝福がなければ短命種は変化に耐えられない。もういい、黙れ。大木様、お戻りになられたのですね。うん、いいよ。お前たち待たせたわね。薬王秘伝が何を企んでいるのか分かったわ。おう、もうごまかされないといいんだけど。悪かったわね。機密保持のために薬王秘伝の情報は私と将軍の間で止めていたの。あれは同盟の転覆を目論む謎の組織、
ずっと影に潜んでいたけれど、今回の性格事件でようやく尻尾を出した。そしてこの最悪も彼らと並々ならぬ関係がある。戦況が思わしくないにもかかわらず自ら先頭に立ち敵情を視察した君の度胸、感服した。褒めても何も出ないわよ。元よりボクさんはボクシャが自ら得た情報で演算してこそ正しい結果に近づくのだから。ちょっと照れて笑った。待ちなさい。今戦況が思わしくないと言った。薬王秘伝が長年の歳月をかけて計画を企て思わぬ手段を講じてきたのは間違いないけれど、劣勢を強いられているわけではないわ。勘違いしないで。本当に？わしらは何したらいいんや？気が利くじゃない。おお、大木との付き合いが長くなってきたおかげでこっちも未来を予知できるようになってる。それで今回は何をさせるつもりなの？まさか先頭に立たせて運気軍と一緒に敵陣に突撃させるとか。その鉄砲玉みたいなことはさせない。うち戦場で酔っちゃうタイプだから。めっちゃ帝雲さんニコニコで笑った。誰も戦場に行けなんて言ってないでしょ。焦りすぎ。あれ違った。将軍が言ったようにお前たちは縁に導かれてやってきた騎兵。うん。運気軍の強行はいわば成功法。木を照らうのはこれからよ。なるほど。さあこちらへ。剣木を賜った後、探偵士はラフの最も重要な士官。さっきから探偵士って言ったけど、顔みたいなこと言ったけど。何しろ全ての先囚人を長命種に変えたのもカラクリお化け剣木から。数でも端子たちが現状に満足することはなく、やがて命をもてあそぶようになった。剣木の研究は喉の渇きを潤すために、猛毒を持つ鳥の羽が入った水を飲むようなもの。ジンさん持ち方リヴァイ兵長と一緒やねんね。剣の持ち方渇きが増していく。おお、なんじゃそこ。